元気があれば飲んでもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、井上尚弥だからモンスターと言われる、こういったテーマで話をしてみたいと思います。このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれるようにアスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さあ、今回のテーマは井上尚弥選手でございます。なぜモンスターと言われるのかというテーマですね。だからモンスターと言われるんだということでご案内をしてまいります。決まりました6月の19日ラスベガスです。 IBF 世界、バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンの井上尚弥、挑戦者のダスマリナス、この一戦が決まりました。いよいよですね。それにあたりましてですね、いろんな記事が入ってまいりました。さすがだなと思ったのでご紹介申し上げます。挑戦者がですね、ダスマリナス、以前ちょっとね、動画も私も上げました。まあ勝つでやろうということでですね、まあ恐るるに足らずというふうに私は解釈をしたんですが、ダスマリナスといたしましてもですね、まあその後、まあこの実際に正式に決まってですね、6月の19日ということで照準を合わせ今猛トレーニングに励んでいることと思います。で、彼はですね、サウスポーなんですね、サウスポー。そしてですね、非常にパンチ力があるということで、井上尚弥選手、またそれに対する対策をね、十分に練ってきております。井上尚弥選手のすごいところというのは、ね、人が真似できないぐらいやること、ね、当たり前のことを当たり前のようにやっていくというところなんですよ。ですから彼はいつも言ってますね、限界までやったのか、考えながらやったのか、こういったものを思い描きながら彼はトレーニングをしているわけです。そして今回もすごいですね。なんと自分よりも4階級も上の人とのスパーリングを行ったということなんです。これはすごいですよ。彼バンタムでしょ。で、スーパーバンタムです。それからフェザー、スーパーフェザー、ライト、だからライト級ぐらいの選手とやってるんですよ。びっくりしちゃってね、これ、記事読んだときに、そこまでやるのかということなんですよ。ですから挑戦者のダスマリナス、この方は28歳、フィリピンの選手なんですが、パンチ力があるということで、その対策なんでしょうね。で、今まではですね、日本フェザー級のですね、阿部選手、この選手と中心にスパーリングをやってたんですが、もう一人加わりました。で、木村蓮太郎選手です。この選手はね、非常にいい選手でね、まだ若くてピチピチ、23歳ですよ。アマ3冠、全日本選手権のバンタム級で優勝しまして、その後国体でですね、フェザー級で優勝2回してます。アマ3冠の猛者です。そしてですね、アマチュアの戦績が88戦ありまして、72勝16敗なんですよ。で、プロ3戦やりました。すべて KO 勝ち。こういったですね、まあ、今後出てくるであろう、今後のですね、世界チャンピオン候補だと思います。その木村蓮太郎選手を呼んでですね、スパーリングを行ったというですね、自分よりもね、3階級、4階級上の選手とやるわけですよ。パンチ重いですよ。でもパンチ対策としましてね、相手陣営の対策として今回呼んだということなんですね。それを見てね、すごいなと思いましたね。ありとあらゆる場面をこう想定して彼はやるんですよね。それが彼のすごいところで、彼は慢心しません、ね、自信が慢心にならないようにということでね、過信しないようにということで万全を期してやっているということなんですね。そのね、木村蓮太郎選手のコメントがまたすごい、ね、あんなに踏み込むが速くてパンチが強い、そして速い人は今まで見たことがないっていうんですよ。それぐらいやはりね、井上尚弥という選手はすごいんですね。その踏み込みはですね、パッキャオをね、真似たそうですよね、井上尚弥選手。そして自分なりにアレンジをしたんです。その踏み込みの速さ、パンチの強さ、速さ、ね、これですよね。まあこの木村蓮太郎選手もびっくりしておりました。さすがはチャンピオンだということなんですよ。自分よりも、ね、4階級ぐらい大きいね、相手のパンチをね、かいくぐりながら、そしてブロックをして確かめながらやってると思うんですよね。このあたりが本当にすごいなということですね。対策万全です。多分、井上尚弥選手の中で一つね、私がなんとなくイメージするものがあるんですよね。今パウンド4パウンド第2位なんですよ。で、パウンド4パウンドっていうのは、階級を度外視して誰が一番優れてるかな、スピードであったりパンチ力であったりディフェンス力であったり、いろんな面を考慮しまして、階級を度外視してナンバーワンは誰だということなんです。で、井上尚弥選手ナンバー2なんです。ナンバーワンは誰かということなんですが、スーパーミドル級のチャンピオンであります、サウスカネロ・アルバレス、この選手が第1位でございます。ミドル級からスーパーミドル級に転身をいたしました。体がちょっとね、スーパーミドルに置きました、小さいんで大丈夫かなと思ったんですが、そんな心配をよそに、もうすぐチャンピオンになりました。WBA、WBC の現在、スーパーミドル級のチャンピオンです。
そのチャンピオンが統一戦に打って出ました。相手はビリー・ジョー・サンダース。この選手も強いですよ。 WBO の世界スーパーミドル級のチャンピオン、統一戦を行ったんです。結果8回ビリー・ジョー・サンダース選手が危険です。なぜかと言いますと、眼下底骨折、頬骨3箇所複雑骨折ですって。それだけね、カネロ選手のパンチ力があるってことなんですね。すごい。また彼は株を上げました。 WBA、WBC、WBO を制覇しまして、いよいよあと一つですね。カレブ・ブラントという選手なんですが、まあこの選手といずれね、タイトルマッチを行う、統一戦を行うことになると思います。おそらく意識してると思うんです。井上尚弥選手もね、ナンバーワンはどんな戦いをしたんだということですから、多分まあ井上尚弥選手もまたラスベガスでやりますね、アメリカでやりますんで、KO を狙ってくるであろうと思いますね。インパクトのある、ね、試合をしてくれることと思います。ですから、まあそういう意味でですね、カネロ選手に負けないようなですね、スーパーファイトをぜひまた見せていただきたいなと思っておりますし、今回は有観客でやるということですから、そういった意味も含めて井上尚弥選手燃えていると思いますのでね、ぜひまた応援もよろしくお願いいたします。今回はですね、もう4階級上の選手とのスパーリングをやるほど熱が入った練習をしているということで、井上尚弥、だから彼はモンスターと言われるというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカぞ！